なんとか来れましたね。追っても振り切ったか。でもここにも軍隊がいるんでしょ。油断できませんね。だな。行くぞ。私が前衛、お前はバックアップだ。あの、僕が前に。できるのか。できるできないの問題じゃないです。いい度胸だな。前だけ見てろ。背中を守る。はい。私がフォローする。やりたいようにやっていい。あまり先走るな。ここに来たことはあります？任務とかで。いや、樹林の管理は森林監視大隊の担当だ。怖いか？平気です。何が出ても戦いますよ。貸してやる。お守りだ。ライトさん、ついてきてよかったです。一人だったら怖がるだけでした。行くぞ。バックアップを信頼して進むことだけ考えろ。どうした？隠れて！なんか油断してますね。武士が来てるのに。サイコムが情報を伏せてる。武士を逃がしたミスがバレるだろう。組織のメンツってやつだ。なんだかバカバカしいですね、組織って。おかげでここの警戒は緩い。縄張り意識に感謝だな。こっちだ。ふっ、行くぞ。戦闘に集中するのはいいが、夢中になると危険だぞ。
夫。みんなどうしてるんでしょうね。サッツたちか。どうだろうな。逃げたとしてもいつかは追いつかれる。どこかで観念するか、覚悟を決めるかだな。覚悟。あいつ生きてると思います？スノーか。無駄に頑丈だからな。あいつの取り柄はそれだけさ。初めて会った時から慣れ慣れしくて気に食わなかった。ガキを集めて大将を気取ってノラとか名乗って。どうしてノラなんですか？直球すぎて笑えるぞ。ノラはノラ猫、権力の犬と違って気ままに生きるんだと。いいご身分さ。最低ですね。さて、魔物も多い。軍用とは性質が違う。野良の魔物を軍用に転換する実験場だ。当然市民が立ち入り禁止ですよね。幸いなことに私たちはもう市民じゃない。ということはない。軍用の魔物より野生の方が凶暴な場合もある。気をつけろ。魔物と同じ檻の中か。かかったな。森林監視大隊が動き出す。覚悟はできてますよ。頼むぞ。休むぞ。何を焦ってる？いや、何に苛立ってる？ルシカ。スノーか。あいつと何があった？
ライトさんに話しても。私はお前のバックアップだ。母さんが死んだんです、あいつのせいで。あいつのせいなんです。思い知らせてやりますよ。今は無理だけど、強くなって必ず。だからついてきたんです。あいつが巻き込んだんですよ、僕らと。それにセラさんも。許せるわけがない。もっと強くならなきゃ。私が先行する。行くぞ。ためらわなければどんな敵でも倒せますね。それ、僕でも使えますか？お前には重すぎる。ルシになったからこのバカと結婚だ。話が全然通ってない。つくならまともな嘘にしろ。それに本当にお前がルシならば始末するのが私の仕事だ。お姉ちゃん、バカバカしい。最低の誕生日だ。おいセラ、なんで信じてやらないんだ。誰が信じる。偶然ルシにされてそれで結婚だと。姉さん。誰が姉さんだ。寝言は寝て言え。セラを一人にしたいのか。わかった、セラは俺が守る。どういうセンスだ。番組の途中ですが、緊急政府広報をお送りします。昨日深夜、臨海都市ボーダムでパルスのファルシが確認されました。政府はファルシエデンの承認のもと、先ほど非常事態宣言を発令。これによりボーダム全域は無制限に封鎖されます。繰り返しお伝えします。昨日深夜、臨海都市ボーダムでパルスのファルシが確認されました。政府はファルシエデンの。私が一人にしたんだな。
耐えてくれ。はっ、はっ、僕はついてこれるな。俺、はっ。この人たちって運がなかったな。ルシを始末して手柄を立てたかったんだろう。これじゃかわいそうです。同情をよせ。甘い考えは捨てろ。生き延びたければ戸惑うことを自分に許すな。いきなりは無理か。作戦だって考えろ。最優先の目標だけ決めて、あとは目もくれるな。心は止めて、体で動け。迷って立ち止まったら絶望に追いつかれる。作戦ですね。そうすれば迷わないんですね。ノラ作戦、そういうことにします。ノラ、母さんの名前です。復讐か。分かってるんです。あいつに復讐したって母さんは帰ってこないし、分かってますけど、ごめんじゃ済まないんですよ。殺したのはスノーじゃない、政府だ。あいつをかばうんですか。事実だ。だったら政府とも戦いますよ。ライトさんと一緒に生き延びて。闇を抱えている人を責める資格はないと思う。だって私の心にも残酷な闇がないわけじゃない。ついてこれるな。
爆発する。そのままです。第一段階成功。上出来だ。ポルムか。家があるんだったな。パルムポルムで家に寄ろう。嫌ですよ、ルシなんだし父さんしかいないし。
母さんのことを伝えてやれ。